薩摩半島南西部の旅。 H2A ロケット47号機8月28日の打ち上げを見に鹿児島県にやってきた。打ち上げ前日にプチ観光をしました。コロナ禍でしばらく鹿児島県も来ていなかった。朝一で縦上岩と平和記念展望台を見て回り、枕崎駅周辺を見て回ります。カツオのぼりは枕崎漁港に揚げられています。地元のスーパー太陽に車を止めて歩きます。灯台のオブジェを見て、案内板の地図を見ながらバス停を見ると、なんか殺風景、あった建物がなくなっている。確かドラッグストアがあったはずだが更地になっている。Google Earth のタイムマシーン機能で見てみると、2018年までは建物は映っている。枕崎駅は鹿児島県枕崎市東本町にある九州旅客鉄道 JR 九州指宿枕崎線の駅。 JR グループ日本最南端の路線である同線の終着駅であり、駅には本土最南端の始発終着駅の石踏みが設置されている。夜間停泊設定駅である。夜間停泊は鉄道車両の運用の途上で、その日の運用を終えてから翌日の運用までの夜間、所属の車両基地以外の場所に停泊させることである。先に建設された南薩鉄道、現鹿児島交通の駅として開業したことから、駅舎や敷地は2006年3月の解体まで一貫して同社が所有管理していた。日本国有鉄道国鉄は同社の駅に乗り入れて開業したため、鹿児島交通枕崎線の廃線までは駅施設などの使用料を支払っており、国鉄の駅数にも計上されていなかった。その後枕崎線の廃線に伴い正式な国鉄の駅となったため、国鉄はホーム部分のみの管理に移管され、実質的には駅舎がない駅であり、JR 九州に引き継がれた後もそのままであった。駅舎内は引き続き国鉄の社員は配置されず、鹿児島交通のバス部門の職員が配置され、バスターミナルとしての機能がより強かった。2006年に再開発事業で駅敷地が地元スーパーマーケットの対応に売却されたため、駅舎は解体され、駅自体も鹿児島寄りに約100メートル移設された。駅舎跡地には店舗太陽緑薬品が建設されたが、旧駅舎の前に設置されていた日本最南端の終着駅枕崎と書いた灯台を模したモニュメントはそのまま残されている。移設後の駅には駅舎が設けられなかったが、市民の寄付により2013年4月に新たな駅舎が落成した。この駅舎は2013年にグッドデザイン賞を受賞している。かつて鹿児島県日置郡移住院町現日置市の移住院駅から同県加世田市現南薩摩市の加世田駅を経て、同県枕崎市の枕崎駅までを結んでいた鹿児島交通の鉄道路線である。1914年大正3年に南薩鉄道株式会社鹿児島交通の前身によって、日置郡中移住院村の移住院駅から川辺郡加世田町の加世田駅までの区間が開通し、1931年昭和6年に加世田駅から川辺郡枕崎町の枕崎駅までが開通し、全線が開通した。1983年の豪雨被害により一部区間が不通となり、翌年1984年昭和59年に廃止された。南薩線と呼ばれ親しまれていた枕崎線からは支線として万世線及び知覧線が分岐していた。枕崎駅から辰野落とし子ハウスに移動します。住所は鹿児島県南九州市永町別府5202
バンドコロバナ自然公園。タツノオトシゴハウスに行くには第二駐車場に車を止めると近いです。とても展望のいいところで、開聞岳が左手に見えます。ハウスの2階に展示場とお土産を売っています。2階に上がりましょう。幸運のシンボルとされるタツノオトシゴの生態を観察できる日本唯一の観光養殖所場。オスが出産、育児をするという不思議な生き物、タツノオトシゴの魅力をたっぷり紹介している。オリジナル開運グッズはお土産におすすめです。これは珍しいタツノオトシゴの魚拓。お腹が空いてきた。昼ご飯にしよう。鹿児島指宿といえばそうめん流し発祥地。そうめん流しのマシーンを作り観光地化したのだ。なんとすごい行列、1時間は待つことになる。指宿の町で昼飯を取ることにする。Google 先生に近くの美味しい店で検索。薩摩伝承館内にあるリストランテフェニーチェ、評価は星4つ。高級イタリアンを昼ご飯でいただく。ミシュラングリーンガイド一つ星を獲得したレストランです。コース料理が2種類あり、ハマグリのペペロンチーノと薩摩黒豚のカツレツをチョイス。美味しいイタリアンでした。
食後に薩摩伝承館で60年かけて収集した約3000点の薩摩焼や絵画、薩摩の伝統工芸品を見ます。庭園に吹く風は涼しい。指宿白水館を散策します。白水館の敷地内は手入れがきれいに行き届き、静寂な時が流れます。敷地の北東側にチリンガ島が見えます。今日の宿はハイビスカス通りにある心の宿に泊まります。ベランダから錦江湾が見え、大隅半島の風力発電が見える。明日の H2A ロケットの打ち上げが楽しみだ。指宿心の宿は天然温泉があり、貸し切り湯もあり、温泉施設の中には食事処もある。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。